格納庫の例格納庫とは、航空機を風雨や砂塵などから守り、中で整備や補給、待機などを行う格納施設のこと。英語の呼称であるハンガーの語源は、家畜小屋を意味するフランス北部地方におけるフランス語の方言である。飛行場や空港の陸上にあるものだけでなく、航空母艦や航空機搭載艦艇にある航空機格納庫もハンガーと呼ばれる。 ジョージ・ワシントンの格納庫工場や倉庫と同じく、骨組みに板を張りプレハブ工法で建設されることが多いが、航空法の高さ制限などの規制をクリアしつつ広い空間を持つ建物であるため、設計、試行にはノウハウが必要となる。大規模な空港には、大型旅客機を格納、整備できる大型の格納庫が複数用意されており、空港の運営会社は、航空会社と、 賃貸借契約を結ぶことで収益としている。自社の格納庫があれば、ナイトステイや一般向けの見学会など整備以外の目的にも利用できる。格安航空会社では、拠点空港以外に格納庫を持たないことでコストを削減している。軍用の格納庫には、空爆を想定しコンクリートなどで強化し、円滞号のような設計の大爆格納庫。 目視点検など簡易整備時に日差しを防ぐ、テントが高く庫などが利用されている。スクランブルに備えた、戦闘機用として滑走路脇で暖気したまま待機するアラートハンガーもある。スウェーデンでは、有事の際に戦闘機の滑走路として高速道路を利用するため、トンネルを即席の格納庫として使うことを想定している。また一部の機体は、 山中のシェルター上ハンガーに格納されている。B-2 ステルス爆撃機は、ステルス性維持に欠かせない、機体整備を行うため高度な空調管理が可能な、格納庫を利用する。ソーラーインパルスは、翼服が長すぎて格納できる場所が少ないため、空気で膨らませるドーム型の専用ハンガーが用意、されている。アメリカの航空会社や公的機関では格納庫の、壁に、 正常期を掲げることが多い。19世紀後半から20世紀前半にかけて、スウェーデン人の発明家、カールナイバーグは自作の飛行機フルガンを格納するために小屋を使用した。1902年、ライト兄弟は所有するグライダーの修理、保存のため、ノースカロライナ州に木造格納庫を建設した。オハイオ州でライトフライヤーの設計、組み立てを終えて二人が戻ってくると、 その格納庫は壊れており使い物にならなかったという話が残っている。1909年に飛行機ブレリオ・クシーに乗ってのイギリス海峡横断を実現したルイ・ブレリオは1920年代前半登場する太陽機を北フランスにある農場に不時着させ機体を家畜小屋に突っ込ませた。フランス語で家畜小屋のことをハンガーというが帰郷したブレリオは 当時の家畜小屋製造会社リードスティールに自家用ハンガーを電話で3つ注文し、これがハンガーの語源となった。それ以来、リードスティール社は今日に至るまで80年以上ハンガーを作り続けている。外して飛行船用の格納庫は航空機用より大きいものが多い。これは機体の高さが航空機と比べて高いことによるものである。 初期の飛行船は浮上するために水素を用いていたため、飛行船用の格納庫は、可燃性ガスの爆発を防ぐために漏電灯で、火花が発生しないような配慮がなされていた。また、一万一の事故の際、格納庫内で、次々に飛行船が誘爆しないよう、水素を使用した、飛行船用のハンガーは一気か二気分の大きさのものが、ほとんどである。第一次世界大戦期。 ドイツはチェッペリンを用いてパリとロンドンを爆撃し、イギリスは軟式飛行船を用いて沿岸を警戒するなど軍事的な用途に飛行船が使われるようになった。次々に発展する航空技術に合わせて格納庫は大型化などの進化を遂げていき、チェッペリンを格納する水上ハンガーなども製作された。 1930年代に入り飛行船旅行の黄金時代が訪れると世界中に飛行船経流用の支柱とハンガーが作られた。これらの中で最大のものはアメリカ海軍の飛行船メイコンとアクロンを組み立てるためにグッドイアン社が建造したもので全長358メートル、高さ61メートルもある。第二次世界大戦期アメリカ海軍は 沿岸防衛計画の下全米各地に10余りの飛行船基地を建設した。このうちのいくつかは現存している。オレゴン州ティラムークにあり、現在はティラムーク航空博物館となっているハンガーは、独立の木造建築としては、世界最大規模のものである。カリフォルニア州にあるタスティン航空基地には、飛行船用として、長さ327メートル。 幅89メートル、高さ59メートルの大型格納庫が建設された。ありがとうございます。